久保古墳は、三重県松阪市、久保町にある古墳。形状は円墳。三重県指定史跡に指定されている。墳町のほこら三重県中部、松阪市が一南方の中石堤地中にある、堤内地上に築造された大型円墳である。これまでに1912年に洞窟にあっているほか、現在は、墳球場に行者村が祀られている。墳形は円形で、 直径52.5メートル、高さ6メートルを測り、三重県下の円墳としては有数の規模になる。墳丘は2段築成。墳丘表面で不起し、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は明らかでないが、明治の洞窟の際に三角円新住橋2面が出土している。この出土橋より、築造時期は古墳時代前期の4世紀後半頃と推定される。 伊勢地方では最古級の古墳に位置づけられ、白菜三角園新珠教の存在から、大和王県との深い関係が指摘される古墳になる。古墳域は1981年に三重県指定史跡に指定されている。出土品としては、1912年の洞窟の際に、冠式橋に、車輪石さん、桑形石に、マガタマゴ、クダタマ多数があったという。 現在に伝生するものは三角園新獣鏡二面のみで、その二面は白菜郷一面と防生郷一面になる。現在は二面とも東京都の後藤美術館に所蔵されている。ありがとうございます。